なんだかわからんが、クソったれなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。 Akito, the sound of the phone is慌てずに食べな。儀式は進んでいるようだな。だが手に入れた木札の力で鳥居の場所が分かるようになったはずだ。先に進んでくれ。それと経験、 エリカのこと、ありがとう。気にするな。汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ。まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ。 本番はこれからだ。だろ？ああ、ありがとう。よし、行くぜ、相棒。 神社を浄化するぞ。うまくやるじゃないか。 これで霧は晴れた。次に行こう。
ついぜ。そうだね。でいい。もっと救うぞ。どこかに上に行く方法があるはずだ。周囲を調べてみろ。あの巨人が塔を守っているみたいだ。ああ、厄介だぜ。
困った時の神頼みか。でも、ご利益あったよ。もう甘えそう、聞けないよ。なんだこりゃ。メーカーがいっぱいあるな。なんでだろう。コインパーキングだからだろ。ああ、そっか。え？そういうことなの？技を覚えられそうだな。より強力な技まで待つのもありだ。
けるのが無理なら守りを固めろ。悪いけど眠っていてくれ。するな、戻れ。鳥居はビルの上だ。どうやって登ろうか。周りにあるものを使うしかないだろうな。
少しずつだが近づいてるぞ。こうやって行くしかないね。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったね。出てくるって教えておいてほしい気分だ。あれは迂闊に近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。話のわかる神様だな。
味方ってことはなさそうだ。奥に行ってくれ。おっと、出てきやがったか。ったく、こんな時に。電源を復旧できるかな。電源なら、あのライトが転がっている方にあったはずだ。何か分かるかもしれない。
悪いけど眠っていてくれ。汚れが悪さしてやがったのか。その部屋だ。取ってみろ。リンクが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ、今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。
らないってどうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど KK、 どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。うっせ。冥界の交流はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。あのバイク、すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだが、自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。